皆さんこんにちは、まこです。ですね、今日はですね、交通、文化遺産、宿泊施設などの割引券 IYTC カードをご紹介したいと思います。はい、これですね、世界125カ国以上で使えるユネスコ公式のカードでございます。すごくないですか？125カ国以上、もう世界中、もう言えないね、125カ国。すごいですね、はい。で、先日ハードロックカフェに行って、このカードを使ってきました。実際に、はい、実際使いました。 20% の恩恵を受けることができました。はい、このカードですね、交通機関、文化遺産の入場、宿泊施設などとさっき言ったんですけども、まだまだ項目がありますですが、まあ後で紹介しようと思います。はい、で IYTC カードはですね、発行より1年間有効となっております。あと30歳以下の方であればどなたでも取得できます。ですので、まあ、ワーキングホリデー行くに人にとっては、行く時に発行して1年間有効ですので、ちょうど、まあ、期間的にもですね、あと年齢的にも大丈夫なのかな、おすすめなのかなというふうに思います。あと世界一周旅行の人とかですね、はい、どの国に行っても恩恵を受けれる割引カードなのかなというふうに思います。あとですね、カードを発行するには、まあ、簡単なんですが、パスポートのコピー、もしくはですね、免許証などの、顔写真付きの、身分証明のコピーと、あと顔写真が必要ですね。あと申請方法は3つあります。この中から、まあ、好きなものを選んで申請するという形ですね。オンライン、もしくは、郵送、あと ISIC カードの発行所というところでできるそうです。ちなみに私はオンラインで済ませました。一番手軽でいいのかなというふうに思います。あとですね、このカードの便利なところをですね、紹介しようと思います。携帯のアプリがあります。そこで、使える割引の検索が可能となってまして、まあ、訪れる先のですね、割引をフィルターを通して検索して、で地図もついているので、まあ、どこに行けばいいのかとかですね、そういうこともすぐに分かりますね。はい、で例えば私で言いますと、バルセロナで検索しまして、で、まあ、いいクーポンがあったと、条件もあったということで、でそれ、まあ、どうやって行けばいいのかなということで、これ Google マップと連動しているので、すぐに見やすくですね、検索して向かうことができるといった機能になってますね。であとアプリ内にバウチャーカードっていうのが入っておりまして、まあ、カードを発行すればバウチャーカードっていうのを発行するようになるんですけれども、それをお店の人に提示して割引を受けるという形になります。はい、実際に私もですね、数日前に、このカードを取得したばかりです。で一度バルセロナで検索してみました。そうするとですね、331の検索結果、バルセロナだけで331ですね、はい、ありまして、カテゴリーですね、はい、アコモデーション、カルチャー、エンターテインメント、フード&ドリンク、サービス、ショッピング、スポーツ、スタディで、その他ということで、こんだけのカテゴリーが分かれておりまして、まあ、宿泊施設でいうと、ホテルズ .com、あとが 10% オフですね。はい、でカルチャーが、文化系なんですけど、美術館、でバルセロナで言いますとカサバトリョ、あとサグラダファミリアとかピカソ美術館とかの割引があるみたいです。でエンターテインメントで言うと、つい先日通ったんですけど、ガウディ 4D っていうのですね、グエル公園の近くにあるガウディが建設した建物をいっぱい楽しく見れるよっていう 4D だと思うんですけど、それが 20% オフとかいうのもありましたね。はい、であとフード&ドリンクでいうとサブウェイが 15%、 タコベルが 10%、 ハードロックカフェが 20%、 はい、あ
サービス、これが HP ストア、私あんまり詳しくないんですけど、パソコンとか電子機器ですね、それがまあ多分全部じゃないんですけど一部の商品が 30% オフとか、あとベルトラっていう、これは何回か私も利用したことあるんですけど、旅行のエージェントですね、はい、それが 10% オフで、ショッピングですね、それがロクシタンが 10% オフで、フォーエバー21が、ウェブのみだということなんですけど 10% オフ、はい、であとブッキング .com もなんかいろいろ条件はあるんですけど 10% オフと、他にはジムの月会費が割引なんていうものもあってですね、すごい多岐にわたるなっていうふうに思いました、はい、でその中でも私が、はい、お得だなというものをご紹介したいと思います。でそれはですね、交通機関ですね、旅行で、まあ、出費ね、いろいろ計算してですね、何が高いかなってなったら、まあ、宿泊施設であと交通だと思うんですね、移動代、それが結構旅行代の重きになると思うんですけど、でバルセロナで検索しますとレンフェ、日本でいうと新幹線になるんですかね、長距離の電車、それが 20% オフと、ユーロライン、これが多分バス、長距離バスだと思うんですけど 15% オフで、エアヨーロッパ、これが、飛行機ですね、はい、10% オフ、エミレーツが最大100ユーロ割引とか、あとレンタカーっていうのもありましたね、はい。でまあ、ただしですね、この、割引何パーセントとかあと言ったと思うんですけど、まあ、細かい条件がありますし、あと値段も変動すると思うので、実際に使うときはご自身で調べてから使うようにしてください。これだけお得なカードなんですが、カード発行にはお金がかかります。はい、ドラムロール。これですね、価格がバーチャルカード、さっき言ったようにアプリの中で提示して、出すやつですね、それが1800円かっこ税込みとなっております。はい、でもし、実際のカード、プラスチックカードが欲しいなってなった場合はプラスで750円払うみたいですね。はい、まあ、これも、ね、値段とか変動すると思うんですけど、現時点ではそのような値段になっております。私自身もですね、初めてこのカードを取得したので実際どれぐらい活用できるのかは分かっていませんが、ワーキングホリデーを検討されている方や世界旅行をする方などこのカードの発行を検討されてみてはいかがでしょうか。では